山野さと子です。今日のさと子の童謡タイムはじゃーん、実はこんなものを拾ってまいりました。そう、どんぐり。というわけで今日はどんぐり、あ、ちょっとどんぐりコロコロを歌いたいと思います。どうぞ皆さんもご一緒に歌ってください。作詞柳田定作曲のどんぐりころころお送りしました。もうこの歌はもう小さいと子どもたちはみんな歌いますよね。そして大人の皆さんも必ずこの歌はこの道を通ってきたと思います。ただこの歌で間違いやすいところはどんぐりころころの次どんぶりこ、そう、どんぐりがどんぶりこってころころしてきました。どんぐりこって覚えていた人多いんじゃないかなと思います。ここはどんぐりころころどんぶりこ、面白いですね。この土壌とどんぐりのこのお話のねストーリー掛け合いがすごく面白いと思いますけれど、土壌が最後に困っちゃってどんぐりはその後どうしたんでしょう、山に帰れたのかしらそんなことを思ったりします。とても可愛い童謡の中の童謡ですよね。この伴奏もですね、こう流れるようにどんぐりがコロコロってこうなんかね転がってる様子がすごく伴奏に現れてるなって私も弾きながら思ったりしました。今日はどんぐりコロコロお送りしました。じゃあまたね、コロコロ。